ラスタセルビア空軍及び防空軍のラスタ95ラスタ、またはラースタはユーゴスラビアのロラウトバッで開発された航空機である。1983年4月に完成した練習機、軽攻撃機として設計された。名称は円の意味である。ラスタはユトバ75の後継諸島練習機として開発が始められた機材である。ラスタ1は 操縦訓練や武装への習熟訓練に使用される機体として設計された。1985年9月に初飛行をこなした。機体は全金属製で低翼に引き込み式出脚を備えていた。1989年1月、発展型となるラスタニが製作された。この機体は胴体は短縮されて、より軽量化されており、フェランティア、S、IS。 D-282 射撃装置を含む新しい電子装備を搭載していた。1990年代の初めまでに、ユトバと協力企業は先行生産機10機分の部材を製造していた。しかし、1999年のナト o 軍によるユーゴスラビアクーバークでユトバの航空機工場も爆撃を受け、当時存在した5機の試作機は全て破壊された。 6機目の試作機は破壊を免れ、ベオグラードニコラテスラ空港の航空博物館に寄贈された。2006年にラスタ発達型の開発が再開された。新バージョンはラスタ95の名で知られ、ラスタ2の基本コンセプトを継承しながら、より新しい技術に応じたアップデートを図ったものとした。2007年12月に、 イラク空軍が36機のラスタ95を発注した。このイラク空軍に採用されたタイプはラスタ 95N と呼ばれる。初号機は2010年8月5日にイラクに運ばれた。発注20機の最終機は2012年2月に到着した。報道によれば、これらの機材はイラク軍による ISIS IS への攻撃にも使用されていると伝えられている。 2012年3月までにセルビア空軍及び防空軍の発注した15機のラスタ95のうち2機が収益した。セルビア空軍及び防空軍向けのタイプはラスタ 95N に対しエンジン出力の強化、新しいグラスコックピットの採用、よくかハードポイントの搭載重量の増加などの改良を施したものでラスタ 95V-54 と呼ばれる。 セルビア空軍及び、防空軍、第252教育飛行隊の所属機ラスタ95の操縦席の軽基板ラスタ95の、展示飛行ラスタ95の変態飛行ベティ、ミリタリーテクニカルインスティチュートベルグレードより、ありがとうございます。